ねえ、美咲。ん？なに、お姉ちゃん。今度さ、家族旅行に行こうと思うの。ああ、それいいじゃん。でしょ？それで、ほら、私もお父さんもお母さんも忙しいじゃない？だから、美咲に宿の予約とかしてほしいと思って。私も忙しいんだけどな。まあいいか。うん、わかったよ。予約するね。どこがいいかな？実はね、おじいちゃんがさ、お花見をしたいんだって。え？お花見？うん。いや、ちょっと待って。どうしたの？今、冬だよ。知ってるけど？だから何？お花見なんて、できるわけ。できないっていうの？うん。あのさ、おじいちゃんが末期癌なのは、美咲も知ってるよね。知ってるけど。おじいちゃんの最後の頼みになるかもしれないのよ。おじいちゃんを喜ばせたくないの？喜ばせたいのは山々だけど、桜って春に咲くものでしょ？あのさ、それをどうにかするのがあんたでしょ？おじいちゃんはさ、昔からあんたのことを可愛がってたじゃない。おじいちゃんに恩を返さないと。ってことで、任せたわよ、美咲。そんな。おじいちゃんには美咲が必ず連れてってくれるって話しとくから。私は美咲、幼稚園で先生をしている25歳。私のおじいちゃんはお姉ちゃんの言うように末期癌だ。おじいちゃんの願い叶えてあげたい。でもこの時期に桜なんて。調べてみたら沖縄とかはこの時期でも咲いている桜があるそうだが、おじいちゃんは体調が良くない。近場じゃないと無理だろう。そんな場所に桜があるわけない。どうしよう。どうだった、香織？もちろん美咲に任せてきたわよ。おじいちゃんにも会って伝えてきた。さすが美咲だって大喜びだったわよ。やったな、香織。桜なんて見せられるわけないのに。父さんの美咲の評価はだだ下がりだ。間違いないわね。これで私たちが代わりにお父さんの好きな温泉旅行に連れて行けば、次期社長はあなたに間違いなし。そういうことだな。ああ、お父さん、そうなったら約束のバッグとか買ってよ。もちろんじゃないか。父さんのやつ何を血迷ったか、息子の俺じゃなく孫の美咲を次の社長にするなんて言いやがって。まあ大丈夫よ、今回でそんな話はなくなるから。そうそう、お父さんが社長になるに決まってる。桜なんてないよ。あれから私は四六時中桜のことを考えているが、一向にいい案が思い浮かばない。おじいちゃんの願いできたら叶えてあげたいんだけどな。あ、犬さん。犬さんじゃねえ、犬塚だ。ごめんなさい、つい凛ちゃんがよく呼んでるから。この人は幼稚園で担任しているメイちゃんの保護者的な人。メイちゃんは決して保護者じゃないって否定してるけど、ちなみに凛ちゃんはそのメイちゃんのお友達。どうかしたんですか？いや、それがな、お嬢に犬塚なんて嫌いって言われちまって。またですか？おい、またって。中二ぐらいでしか言われてねえよ。ごめんなさい。だいぶ頻繁な気がするけど、そんなこと言ったら怒られるからやめておこう。で、犬塚さん、何したんですか？違う、今回は何もしてねえ。とりあえず話してみてくださいよ。わかった。犬塚、これ。は？遊園地のチケット？うん、リンチからもらったの。わあ、いいじゃないですか。親父にいつ予定空いてるか聞いてきますね。え？どうかしましたか？あ、いや、犬塚嫌い。もう知らない。どうしてですか？ちょっと待ってください、お嬢。な、俺なんもしてないだろ。犬さん、女心を分かってないですね。あ、やば。女心を分かってない。よかった、犬さんって呼んだのバレてない。どういうことだ、教えてくれ。それはですね、メイちゃん犬塚さんを誘ったんですよ。
俺を誘った？はい、犬塚さんと遊園地に行きたかったんです。いや、お嬢が俺を誘うなんてこと。間違いありません。だから犬塚さんにチケットを見せたんじゃないですか？そういうことだったのか。お嬢、俺を選んでくれたのか。こうしちゃいられねえ。すぐにお嬢に謝りに行かねえと。恩に着る。大げさですよ。うわ、早っ。めちゃくちゃダッシュしてる。犬さん、頑張って。犬塚さんの悩みは単純でいいな。その数日後。やっぱりダメだ。何がだよ。犬さん？だから犬塚だ。ほら、これ。え？何これ？土産のチョコレートクランチだよ。ああ、今日遊園地に行ってきたんですね。なんでわかるんだ？いや、だって。そうか、お嬢が言ったのか。違うんだけどな。ネズミのカチューシャつけてるからなんだよな。犬塚さんがそんな格好してるなんて。よっぽど楽しかったんだろ。よかったですね、遊園地に行けて。てめえのおかげだ。本当に感謝しかねえ。俺は今日、お嬢と遊園地のキャラクターと写真を撮った時、もう死んでもいいって思ったからな。だから犬さんはいろいろと大げさなんですって。もういいか。気づいてなさそうだし。大げさだなんてことね。おい先生、この返させてくれ。一生かけても返す。いや、本当に大げさすぎますから。何か今困ってることとかないか。そういえばこの前ため息ついてたよな。おい、なんかあんだろ。圧がすごい。犬さん、こんなキャラだったっけ？頼む、てめえの力になりてんだ。いや、この辺に桜咲いてないかなって。末期がんのおじいちゃんが見たいって言ってるんですよね。ないのは分かってるんですけど。桜か。犬さん？うわ、ダッシュでどっか行っちゃったよ。さすがの犬さんでも無理だよな、桜は。その翌日、お姉ちゃんから電話がかかってきた。もしもし。ああ、美咲、旅行再来週に決まったから。再来週？うん、おじいちゃんしばらくまた入院することになりそうなんだって。もちろん、桜が見れる場所は見つけたわよね。花見はマストよ。いや、見つけられてないんだけど。え？そうなの？すぐに探してよね。おじいちゃん本当に楽しみにしてるんだから。わかってるけど、やっぱり噂町の近くにはないよ。じゃあ任せたわよ。ちょっとお姉ちゃん、切れてるし。はあ、どうすればいいんだ。インターホン？宅配便かな。黒犬ヤマトの宅配便でーす。あ、やっぱりそうだ。はーい。でも黒犬ヤマトって聞いたことないな。こちら受け取りのサインお願いします。はあ、ん？白から？白って誰？とりあえず受け取ってくださいよ。へえ、なんでこんなめんどくさいことを。じゃあ確かに渡しましたから。なんだあの人、態度悪いな。でもどこかで見たことあるような。とりあえず荷物開けてみようか。何これ？あ、手紙が入ってる。これどういうことだろう。そして2週間後。いやー、雪国で温泉は最高ね。本当だな。でも父さんのやつ来れないなんてな。本当にわがままよね、お父さん。体調があまり良くないから新幹線に乗っては出かけられないなんて。ま、おじいちゃんの分はちゃんと予約したし、美咲よりはお父さんの株上がったでしょ。おじいちゃん予約したことに対しては喜んでたもんね。そうだな、逆に美咲が桜を見られる場所に連れて行くと言ったのは嘘だと知って父さんかなりがっかりしてたよな。これで美咲の社長の線は完全になしね。そうね。あ、美咲に電話しようっと。もしもし。何お姉ちゃん。私たち今雪国の温泉に来てるの。結局桜は見つからなかったんでしょ。
あんたにだけ場所伝え忘れたけど。あれ、花見じゃないの？あなたが桜見つけられないかもだから、それに備えて温泉旅館予約してたのよ。でも、みんないるよ。はい？みんな？うん、おじいちゃんとか親戚とか。おじいちゃんがお姉ちゃんたちにも連絡しとくって言ってたんだけど、ちょっと今テレビ電話にするね。な、何この桜？はあ？なんで冬に桜が？どういうことなの？さすが美咲じゃろ。おじいちゃん？お前ら美咲をはめようとしてたのは分かっていた。大方わしが美咲に会社を譲ろうとしていることが気に食わんかったのだろう。いや、はめようとなんて。部下に調べさせて全部分かってるんだ。ちょっとおじいちゃん、社長って何？気にするな。気にするでしょう。わしの会社を美咲、お前に継がせるつもりなんだよ。はえー、美咲はすごいぞ。冬に桜を見せてくれなんていう無理難題を成し遂げた。絶対にわしよりすごい経営者になる。やっぱりわしの見込んだ女だ。いや待てよおじいちゃん、こんなのみんなが助けてくれただけで。それが経営者にとって必要なことだ。みんなに助けてもらえる、みんなに神輿を担いでもらえる。自分が有能じゃなくていいんだ。有能な人が惹かれる人間ならな。昔から美咲の周りには人が集まる。だからこそわしは美咲に会社を譲るんだ。な、何それ。それなら俺にだって。お前らみたいな裏でこそこそやるような人間には経営者は無理なんじゃよ。それに病気の老人を新幹線で3時間かかる雪国に連れて行くなど、何もわしのことを考えてなかったしな。さあ今夜は宴じゃ。飲むぞ飲むぞ。おじいちゃん、そろそろやめた方が。止めるな。これが最後の晩餐になるかもしれないんだから。そういうことを言わないでよ。じゃあ切るぞ。なんだよこれ、何がどうなってるんだ。なんで桜が？こんな時期に咲くわけないのに。どうしてここに桜が咲いているかはわからないんだけど。おい、美咲、ここは。ここで桜が見れるの、多分、宅配便で届いたのは、壺に入った灰。そして、一緒に入ってた手紙に、この場所でこの時間、おじいちゃんや親戚を呼んで、壺に入った灰をまけ。そうすれば、桜が見れる。そう書いてあったんだ。いや、信じてないけどさ、本当に見つからなくて、この手紙に頼るしかなかったんだよ。暗くて怖いんだが。とりあえず、灰をまくか。何するんじゃ、美咲！煙たい煙たいぞ。ごめんおじいちゃん、やっぱり桜なんて。桜だ。すごい、なんでこんな時期に。おお、酒も用意してある。ありがとうありがとう美咲。まるで花咲かじいさんだな美咲は。花咲かじいさん。こうして桜を見ることができたってわけ。その一週間後、あんなに元気だったおじいちゃんは天国へと旅立った。最後に桜を見れてよかった。ばあさんと初めて会った場所が桜の木の下だったんじゃよ。本当にありがとう、という言葉を残して。そして私はおじいちゃんの会社を継いだ。おじいちゃんの最後の願いだからね。ちなみにお姉ちゃんたちはお父さんが社長になると思っていて、多額の借金を抱えているそう。泣き疲れたが、お姉ちゃんたちにお金を渡すつもりはない。一体この場所は何なんだろう。そして誰がこの場所に私を連れてきてくれたんだろう。もしかして、いや、あの人の仕業に間違いないよね。って、ああ、犬さんと宅配便のお兄さんと知らないおじさん。いや、メイちゃんのお父さんか。やっぱり犬さんが。ったく、普通にここに連れてくればよかったじゃないですか。何なんですか、あの花咲かじいさんみたいな演出。いや、お嬢に遊園地誘ってもらえたことでテンション上がっちまって、
いろいろと恥ずかしい真似しちまったからな。あいつと会いたくなかったんだよ。それもあって俺の仕業じゃないと見せかけたかったんだ。まあ確かにネズミのカチューシャつけたまま会ったやつとはもう二度と会いたくないっすよね。でも犬塚さんの仕業だとバレてると思いますけどね。余計恥ずかしいっすよ。うん、メイと遊園地いいなあ。しょぼーん。今度は親父と行きたいって言ってましたよ。おー、それ本当か。はい、それと親父、この場所教えていいって言ってくださりありがとうございます。なーに、いいんだよ。葵はさ、人に囲まれるのが好きなやつだったし、葵も楽しかったと思うぞ。この桜、姉さんの墓から見えるように俺らで植えたんすもんね。姉さんが好きな花だったから。桜が見たいって言いながら冬に天国に行ったから。うう、涙出てきた。姉さん、ありがとうございました。うし、墓参りして帰るか。親父、その大量のケーキなんすか。お供え物だよ。あいつ食いしん坊だから。さすがに多くないですか。少ないとふてくされるからな、あいつ。確かに姉さんふてくされるとめんどくさかったっすもんね。いった、なんでこんなぶっとい枝が。姉さんが怒ってんじゃねえの。そんなこと、うう、ありえる。そうか、そうだったんだ。この場所はそんな大切な場所だったんだ。あのなんでお前がいるんだよ。いや、ちょっと散歩してて。今の聞いてたか。はい。マジかよ。本当にありがとうございました。皆さんのおかげでおじいちゃんは幸せな顔をして天国に旅立つことができました。そうか。これからは天国で安心できるようにてめえが頑張んねえとな。頑張れよ。応援してるぜ。じいさんだけじゃなく俺たちはいつでもてめえの味方だからよ。はい、ありがとうございます。犬塚さん、ちょっとセリフが臭くないですか。いいんだよ、二度と会わないだろうから。会いそうな気がしますけど。本当によかった。おじいちゃんが最後に見たいものを見せてあげられて、もしあのまま桜を見せられなかったらきっと私は一生後悔していただろう。そういえば皆さんヤクザなんだよね。全然そうは見えないや。本当に本当にありがとう、噂組の�皆さん。1ヶ月後。お嬢、お迎えに来ましたよ。応援してるぜ。俺たちはいつでもてめえの味方だからよ。もう一回やって。あ、なんでそのセリフを。あ、白だ。平次の仕業か。犬さん、ごめんなさい。嬉しかったからついみんなに話しちゃって。そしたら幼稚園で犬さんの真似がブームに。はあ、というかなんでてめえいるんだよ。え、知らなかったんですか。私会社経営しながら幼稚園の先生してるんです。だってこの子たちと別れるの嫌だから。知るわけねえだろ。そっか、最近めいちゃんのお父さんがお迎えに来てましたもんね。遊園地に誘ってもらうためのポイントアップのためって。まあとにかく犬さん、これからもよろしくお願いします。いつまでも味方でいてくださいね。うわってことで、私は二足のわらじになるけど強力な味方がいるからきっと大丈夫。うん、これからも私らしく頑張ろうっと。